はい、じゃあ今日はちょっと番外編ですね。さっきちょっと尻尾をつなげの1本目を取ったんですけど、まあ僕がちょっとバタバタ、ちんぷんかんぷんですね。バタバタじゃないですね。もうちんぷんかんぷんだったんで、ちょっとこれをちゃんと読んだ方がいいなと思って、これちゃんと読む回を取ろうと思って今動画を回してます。ね、これだからもう知ってるよって方はね、もうこれはもう見なくていいです。で、あとやっぱ天使がいる時に一緒に見た方がいいかなと思って、このね、刺し子付近、このね、入ってるんです。この今回尻尾をつなぎっていうね、このだるまの尻尾をつなぎっていうのを、これを開けたらこの説明が入ってるんですけど、ここをしっかり読みましょうっていうことでした。なのでちょっと読んでみますね。ね、1、外、まあ、まずですね、刺し子付近の作り方。外側から1.5センチの部分を輪に中表に折ります。これさっきやったので、さっき見てくださいね。中表に折りますっていうのが、僕がちょっと意味が分かんなかったんですけど、そういうことです。見てください。で、2ですね。これね、折るはこれです。2、縫う。両端は返し縫いってことあら、実はね、ほらね、こういうふうに漏れがあるんで、こういうちゃんと読みましょうっていう話なんですよ。両端に縫うけど、両端は返し縫い。これだから、刺し子糸じゃなくてもいいけど、まあ、玉留めでしたけどね。まあ、ちょっと読んでいきますね。すいません。ちょっともう、ちょっと引っかかっていくと思うんですけど。で、布の端側の外枠から1.5センチの部分を手縫い糸で縫い、手縫い糸でいいんですね。じゃあ、これ合ってますね。で、次3。2、カット。これですね。さっき言ってたのはね。2の縫い代を0.5センチ残してカットし、表に返します。ここがまず最初の付近の作り方。最初の部分ですね。で、次、返したら今度は中心から十字にしつけをかけます。これ、しつけやろうと思います。天守にしつけ糸を持って帰ってきてもらうので。で、5で、プリントされた番号の順に刺し子をしますね。その細かい説明が1、外側を1周刺す。これ1ね。で、模様刺しの基本は模様刺しって言うんですね。初めて聞きましたね。模様刺しっていう言葉をね。重ね刺し、1周刺す場合、綺麗に刺すためのポイント3章。どこ ?3 章。あ、ここね。これのポイント、ここね、重ね刺しね。模様刺しの基本、外枠など一周刺す場合や、すでに刺した針目が近くにある場合の刺し始め、刺し終わり、糸を変える時の刺し方。これだから僕が言ってる返し刺しのとこですね。これはいいですよね。でも読みましょう。一周刺す場合、すでに刺した針目が近くにある場合の刺し終わり。これだから、すでにこう、何?あ、すでに刺した針目、刺し終わり。ああ、図案の方向。これだから、店主が言ってる最初は刺さない。最初は返さないやり方ってことですね、これ。あ、返さなくていいんじゃない?ね、これを見てるとさ、一周刺す場合のやつってさ、ここの刺し始めでぐーっといって、一周ぐるーって回って帰ってきて、ここで別に最初から返し刺ししてないじゃん、この図も。これほら、この間衝撃の返し刺しをしないっていうのはこういうことでしょ。いいんですね。そうです裏ね。技じゃないですね。こういう本当にもう、最初から返し刺しをせずに普通に縫っていって、一周回って帰ってきた時に重なれば OK っていうことが書いてます。いいですね。勉強になりますね。で、すでに刺した針目が近くにある場合の刺し始め、糸を変える時。刺し始めがこの黒でいって、これ何が違うのかな。これ何が違う、上と何そがれ違うんがですかね。刺し終わりの、ここで、ここどこだ?ん?
ここで糸がほら刺し終わりとか、ここで糸が終わってで重ねて、ああそういうことね、うん、はいはいはい、ああ糸を継ぐ時のことを書いてるんですね、うん、ああそういうことですね、そうですね、で新しい糸をすでに刺してある目に3目ほど重ねて刺してから刺し始めます。糸端は2、3センチほど残します。なるほどですね、わかりました。これが模様刺し、まだまだいろいろありますね。何ですかね、刺し始めと刺し終わり、刺し、そう針目が、そう、これはだから返し刺しですよね。ああそうね、これ返し刺しのこと言ってますよね。こういって、うん、ここでこれで返します。そうだから一周とかするって分かってればあれだけども、一周しないやつとかの刺し始めはそうやって一周しない時はもう、うん、だから言ってしまうと分動つなぎの時は別に返し出しをしなくてもよかったっていう話ですね。そうですね、返し出しでだいぶ時間取りましたけどね。まあまあいいです、すいません。じゃあ刺し終わり、これはそれも一緒、一緒のこと、一緒のことを言ってますか。最初と最後、ああそうか、刺し始めと刺し終わりかな、うん、そうですですね。で綺麗に刺すためのポイント、針目の場合、割合、表裏が少ないんだ、あ表の方が針目が大きいんだね。へえ、これでもあれですよね、プリントしてるから別にこっちが、まあ、プリントしてないやつに縫う時とかこういう風な縫い方、表が3、裏が2、ね、で縫いましょうってことですね。でここですね、天守も A っていうのが、A っていうのがここですね。角の刺し方は2辺どちらかの針が角に出るように刺すっていうことですね。うん、ここまくちょもちょアップしましょうか。これ角が出てない、ここね、これダメダメってことですね、これね、角、これ OK、 どっちかがどっちかの刺す縫い目が角になるようにってことですね。これか、これのあ、これですね、あ、いいの、いいの来ましたね、これね、はい、こういうことですね、こっちが角に来てる、だからどっちも来てないとやっぱりこう見た目が悪いのでっていうことですね。で交点の刺し方、交点は中心が交わらないように刺す、はい、今そうなんだが出ましたね、天守も知らないことが多い。交点、交点ですね。柄によるよね。なんかこうなんかここがなんか十字とかあるよね。星っぽいなんかこうなんか模様によってはさ、まあでも基本らしいですね。でこれは交わってるのがダメってことですね。一目刺しの基本、一目刺しっていうのは何ですかね。一目刺しっていうのはこういうなんか、あ、来た、こういう一目刺し、おお、来た、出ましたね、カゴ目刺しのやつ、喋って今こういう喋り出したかと思ったから静かになったね。何、一目もう入ってないしね、指も入ってないし、指の説明も入ってないし、横にずっと刺して、うん、次は斜めに刺してっていうのを一目、一回一回ってことでしょ。一目ね、模様の一つの目っていうことですね。刺し方、プリント図案の線の上に糸が渡るように番号の順に刺し、まあそうですね、番号外枠、あ、これね、これ見ますね、見ましたね、これカゴ目刺しのやつでね、うん、あんまこれはいいですね、うん、これはまあ一目刺しの時にまたしましょうかね。まだここまでいけてないので僕はね僕はまだこの毎日こう、ね、読んでくださいね、気になる方はね。でまだちょっと見てないところなんかこの辺ですね、仕上げの、あ、ここもですね、初めにを最初に読まなきゃね。糸の長さ、図案に合わせて長さを測り10センチぐらいの余裕を持たせてカットします。これも前回もやった通りですね。返し出しとか、まあなんかちょっと糸がね、先端がちょっともうなんていうのかね、変な薄くなっていくんですよ。ちょきって切ったりするんで、ちょっとここをね余裕を持ちましょう。
最長でも図案の長さ ×2 倍プラス10センチ、こうじゃ10センチぐらい取りましょうってことですね。でここですね、糸をしごく、少し刺すごとに刺し始めた方から刺し刺しっていうもう何こう刺し始めた方からこうして、はい、こうしてこうですね。編集は分かってるけどなんか伝わらない。さあ少し刺すごとに刺し始めた方から刺し目で手で挟み刺し、もうこれズーム見た方が早いですねこれね。こういうことですね。こっち刺すね。均一にしますね。布目の縦横は丁寧にしごきますが、斜めは布が伸びやすいので、今めちゃくちゃ斜めでやってなかった。そう、斜めは難しいですよね。ちょっと糸の引き具合が。まあ糸をしごくね、一概にしごくって言ってもいろいろ気をつけることがあるんですね。で最後仕上げ刺し終えたらしつけを刺し終えたらしつけを外して書いてるよ。しつけは残しとくんだね。あ、そうだね。水またはぬるま湯で押し洗いで図案を押し洗い。あんまりガーって洗わないってことね。多分優しくってことでしょうね。生乾きの状態で裏から、生乾きの状態で裏からアイロンかけ、すべての糸の端、これ糸の端ってなんて読む？糸端を布の脇で、際で布の脇でカットします。ああ最後に全部するんだね。でも最後にたまるとこういうのを最後に全部もう根元のところでカット。あ、ごめんなさい、僕にピンとかこういうのは最後にカットしますっていうことみたいです、はい、ね。でも最後が仕上げなので、もうこれですね。刺し子刺しをするときは刺し子刺しに適した針と糸を使いましょう。より刺しやすく美しく仕上がります。やっぱこういう、これあと英語版がこうなんです。やっぱこういうのをしっかりちゃんと分かってるようで分かってないところもあるので、きちんと頭に入れてやりましょうというので、今日はこれで動画を撮らせてもらいました。また気になる方はこの動画何回でも見てください。すいません、ありがとうございました。